150万。どうも大成です。ちょっとね、いつもの資産公開の動画のカメラ位置と違うんですけれども、これはちょっと理由がありまして、今からちょっとやりたいことあるんで。はい、ちょっと体重測りたかったんでね。74.6kg ということで、順調に減っております。まああまりね、健康的な減らし方じゃないんですけれどもね、その、ちゃんと計画通り野菜を食べたりとか、ちゃんと運動しながら栄養のあるものを食べてとか、そういうことをやってないんですよ。単純に嗅覚がまだね、あんまり戻ってませんで、コロナではなかったんですけれども、ちょっと夏風邪をひいてしまいましてね、その副作用というか、それでずっと嗅覚がここ1週間ぐらいないんですよ。絶対ねコロナと思ったんですけどね、陰性でしたね。まあそこは良かったんですけど、まあ、嗅覚はね早く戻ってほしいですね。まあ、嗅覚戻んないと本当にね食べる量が減るんで、まあ、ああやって体重もすごい減るっていう結果になるんですけれども、早く美味しいものを感じたいですね。ということで、今月もやってまいりました。資産公開の動画となりますけれども、そうですね、どうしましょうか。まあ、もう最近はね、ずっと、スプレッドシートを、開いてますよね。とりあえず全部出しますか。バーッと、はい、ね、資産合計56万円から始まってね、で先月ね161万円まで上がったんですけれども、まあ残念ながら見ての通りです。まあこれは後々発表しますけれども、はい、もう今月分先月分ぐらいでいいですか、これ。ちょっと私の顔が隠れちゃうんでね。うん、そういうことでやっていきましょうか。まずゆうちょ銀行ですね。銀行の口座から発表していきたいと思います。ゆうちょ銀行6万785円ということで、これは昼の仕事ですね。昼の仕事の給料が振り込まれる口座で、あと、ま、県民共済とか、あと、ま、ちょこちょこっと引かれるものがあったりするとこなんですけど、なんだ、じゃあ6万円だったのかって話ですけど、いや、これもすでに、ペイペイとかに、チャージした後なんで、実際はね、8月の給料は10万円超えております。昼。もう、夜勤のね、給料と変わらなくなってきますね。昼の方が私頑張ってるんですよ。週4日なんでね、日数的には夜勤の方が多いんですけど、うん、それで昼の方が給料多くなってきてるっていうのは、まあどれだけ頑張ってるかってことですね。まあ時給もぐーんと上がりましたし。はい。新生銀行ですね、次は。メインバンク。7378円。いやー。もうね、1万円切るのがまあ当たり前になってますね。で、こっからさらに自動車保険5000円ぐらい引かれますからね。でもこれはもう動かせないですよ、ほぼ。うん。で、中国銀行。7万3737円ということで。うん、これいつもより多いですね。いつも5万円ちょっとでギリギリなんですけど。まあ、家賃がね、5万円弱なんですけど。もう知ってますか？ 5 万円弱って5万円に満たないって意味らしいですよね。はい。これ意外と知らない方多いみたいで、5万円弱って言うと5万500円とか、そのぐらいかなとか思ったりもするらしいんですけど、5万円弱は5万円に満たないという意味ですね。はい。
だ4万9000いくらとか、それが5万円弱っていう意味になりますね。うん、で、お次は、トマト銀行。これはですね、YouTube の収益のみが振り込まれる。もう YouTube のために作った口座ですね。481円ということで。これはもうね、ダメです。もう毎月下ろしちゃってます。今月はね、なんとか下ろさずに行きたいんですよ。これはね、いろいろ施策を考えているというか、まあ、効果不効果、食費がかかってないんで、嗅覚が効かないから。全然買わないですよ。嗅覚効かないと、食べ物。家にあるもので買っちゃう、済ますって感じですからね。はい。で、楽天銀行。これは主に、ギャンブルとか、積立NISAとかね。まあ、クレジットカードの引き落としの場所ですかね。2439円ということで。まあ、ここはね、だいたい5万円ぐらい入れとかんとダメなんですよ。今月の引き落としは4万6000円ぐらいかな、確か。はい。だから、27日とかそんぐらいに引き落とされるんで、2400円じゃやばいですね。うん。それまでに移動しておきます。まあだから、ゆうちょの6万円から、はい、5万円ポンといつも移動してるんですけど、そんな感じですね。で、銀行の合計、14万4820円ということで、まあ、ここのとこの、はい、過去のを見ると、結構多い方ですけれども、まあ、それでもね、このうち10万円ぐらいは、カードの引き落としとか、家賃の引き落とし用に使われるんで、自由に使える金はもうあと3、4万ぐらいしかないのかなという感じですね。うん。ちょ、やばいですね。うん。で、やばいつながりなんですけど、こっからが本当やばくて、うん。すごいですよ。米国株。これがもうすごいことになってます、今。まあ私50万円投資したんですよ。うん。で、これが0円になるか、100万円になるか、まあ2倍ですよね。になるまで売らないっていう、ものすごい大雑把なルールを、はい、決めまして。で、そのままずっと持ち続けたら、こんなことになりました。もう一回言いますよ。50万円投資してます。はい。これがどうなったか。でーん。52,017 円。これもう正真正銘本当に10分の1ですよ。おい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 。5万2000円ですよ。いや、これ何度も言うかもしれないですけど、一時期53万とか54万まで上がったんですよ。その時売っとけば、まあ、4万円プラスですよね。いや、その時売っとけばよかったな、本当に。5万2000円ですよ。これ私決して、ちょこちょこ実は売ってたとかないっすよ。持ち続けただけですよ。本当に売ってんじゃないのっていうぐらい、ガリガリに減ってますからね。いや、これはやばいだろ。いやー。いや、一時期ね、25万とか26万とかそういう時期もあったんですよ。で、その時ですら、半分になっちゃいましたよ、つって。ね、半分になるのも結構きついと思うんですよ、50万円が。いや、よく考えてくださいよ。50万円投資しましたと。で、放置してましたと。いくらになってんだろう ?25 万円になってる。これでもきつくないですか?いや、それよりさらに、はるかにきついですからね。9割減ですよ。90% マイナス。5万2000円。くわー。これはね、でもね、原因は一つじゃないんですよ。まあ、フューエルセルエナジーっていう米国株が、まあ、不甲斐ない。だからどんどん下がり続けてる。これプラス、円高ですよね。うん。ずっと円安でね、はい。1ドル150円とか、160円近くとかなってた時は、まだ持ちこたえてたんですけど、ここのとこ円高になりましたよね。うん。それでもうすごいことになりましたよね。やば。その影響もありますよ。ダブルパンチです。はい。5万円ですよ。
50万が5万円って、50万が5万って、これ1本取れますけどね。うん、米国株ついに1割になっちゃった。これだけでも1本取れますよ。1000再生ぐらいいくんじゃないですか、これでも。で、私はもっと上を、まあ、ある意味下ですか。100分の1になっちゃったっていうのも、ここまで来たら目指しますか。5000円になっちゃったっつってね。これはもうひどいな。いやー、ひどい。最近思うんですよね。そんなにショックがでかくねえなっていうのがありまして。というのもね、私あんまり、なんて言うんですかね。昔ほどものすごい欲しいものっていうのがなくなってきましてね。いや、常日頃欲しいものありますよ。ま、新しいパソコン欲しいとか。うん。そういうのありますけど、別に、ありもんでね、今あるパソコンでなんとかなってるんで、これ使えますからね。うん、全然使えますから、まだ。ちょこちょこね、いろんなアプリ起動するとき重いなとか、そういうのあるんですけど、まだ許容範囲なんで。だからっていうのもあるし、あとあれなんですよ、これ50万円投資してなかったこと考えたら、まあ、ろくでもないもんね、使ってんじゃないですか。うん。なんか変な、なんだ、すんげえ高い食べ物とか、暴飲暴食がさらに激しくなってるとか、あと外食、すごい高い外食行ってきましたとか、とにかくね、現金が目の前にあると使ってしまう性格なんで、そんな、なんていうんですかね、50万か5万になったっつっても、どっちにしろこんぐらいにはなってんでしょっていう話なんで、あんまり損した感がないというか、はい。まあ、半分強がりですけど、でも実際本当にそこまでね、ショックは受けてないんですよね。で、お次ですよ。いつもここで、はい、お待たせみたいな感じで、積み立てNISAちゃんの話題、いつもウキウキしながら言うんですけど、まあ、皆さんご存知の方はご存知だと思うんですけど、まあ、1本過去に動画出してますし、積み立てNISAめちゃくちゃ下がってます。はい。先月136万円まで積み上がっていて、で、単純にここに3万6000円積み立てるんで、もう本来なら140万円超えてるはずの積み立てNISA。さあ、どうなってるか。140万円は確実に超えると思われていた積み立てNISA。ドーン !127 万2050円。すごいね。めちゃくちゃ下がってますね。こんな下がる？積み立てNISAちゃん。140万になると思ってたから、気持ち的には13万円ぐらい損してますよ。はい。まあ、それでもね、まだまだ20万円以上得してるんで、これは本当の意味で、全然ショックを受けてないんですけど、で、実際ここからまた上がりますからね。うん。まあ、いつも積み立てNISAはね、ウキウキでいろいろ語るんですけど、特にないかな。まあ、一本動画撮りましたしね。それでほぼ語ってますよ。全然楽観的にいきます。悲観的なものはないんですよ。だから安くなったらいっぱい買えるから、今安いうちにいっぱい買っといて、積み立てといて、で、また上がった時にその分ブワーンって儲かるんで、なんかテレビで言ってましたよ。もう40年積み立ててる人がいるんですよ。おばちゃん。私40年積み立ててるから、こんな下がり方は全然下がりじゃないですよ、つって。こんなムシムシみたいな感じ言ってました。それちょっと聞いて安心しましたけどね。で、40年単位のグラフで見たら、もうね、全然、そうなんですよ。パーって、上がって、プッ。だから、パーって上がって、ドーンと下がる時もあるけど、プーってまた上がるから、その、ドーンと下がった時に売るのが一番間抜けだと。うん。無視してもずーっと、はい。
うん、そうなんですよ。だから新ニーサね、損切りした人とかいるらしいんですけど、ちょっとそれはアホなんじゃないかなと思うんですけど、私はアホとは言いたくないんですよ。初心者ってそういうもんですからね。そこで一回失敗して売った後にまた戻ったのを見て、うわぁ売らなきゃよかったっつってそこで学習するわけですよ。はい、失敗はみんなしますからね。うん、私は失敗続きなんですけど、まあ、さっきのね米国株なんてすごいですよね。10分の1ですから、これなかなか見れないですよ皆さんね。うん、いやちょっとでも数値見るときついな。50万が5万って結構インパクトでかいですよね。うん、くわ。だからこの私のこの動画を見てですね、株に興味持った人いるかもしれないですけど、やろうって思う人はあんまいないかもしれないですね。いても積み立てNISAぐらいじゃないですか。でその積み立てNISAもね、ここへ来て下がってますから、あでも今下がってるんで、始めるなら今ですよ皆さん、マジで。うん、今始めたら結構いいと思いますけどね。うん、下がってる時に始めるのが一番儲かるんで、まあそんな感じです。で財布の中身ですね、はい、今回写真撮っておりまして、22,893円ということで、結構あるっしょ。うん、あるんです。で、PayPay 残高も結構あります。16,997円ということで、はい。だからまあ、この2つで月末まで持つんじゃないですかね。ということは銀行口座はこのままでいける？いいじゃないですか。でもわかんない。味覚が戻ったら、ちょっとやっぱ食費またちょっとかかっちゃうかもしれないですけど、もう暴飲暴食はしないスイッチが入ってるんで、まあ、前みたいに食費月6万円とかかかることはないです。はい。で、パトレオンですね。で、今回も別に金欠にはなってないんで、下ろしてないです、今回は。144ドルということでね。はい。これも円高でちょっとね、円に換算すると大した額にならないんじゃないかっていうことで。2万いくかこれ。いかないか。ちょっとわかんないですけど。はい。2万いかないな、多分。あ、ちょっとパトレオン頑張んないとね。うん。そんな感じです。ってことで、このパトレオンのね、金額は資産合計に入れてないです。はい。円に換算した後入れるんでね。さあ、これで資産合計を発表します。先月160万突破した資産はどうなってるんでしょうか。ダン150万8777円。101,530円マイナスです。まあ、積み立てNISAとね、米国株で15万円ぐらい損してるんで、まあ、そう考えたら、うん、頑張った方かな、と思います。うん。はい。そんな感じですよ。でね、ちょっと余談なんですけどね、このちょっと見てほしいんですけど、タマホームね、クオカード、すごいっしょ。ほら、1万円ですよ。1万円のクオカード3枚。3万円ですね。これ、臨時収入でもらったんですよ。どうやってもらったのって話なんですけど、これめちゃくちゃ簡単で、ま、こういうキャンペーンをやってるんですよ、タマホームは。はい。まあ、モデルハウスとかの、展示会みたいなのがありまして、そこに行って話聞くだけで
3万円もらえます。で、8月上旬ぐらいがね締め切りだったんですけど、これね先着1万名様なんですよ。抽選で3万円もらえるとかじゃないんですよ。早く行った人が早いもん勝ちですよ。3万円もらえるんですよ。で、今回9月中旬までに延期されてますから、あんま行く人はいないんでしょうね。うん、タマホーム行くだけで3万円もらえるっていう。ただこれ皆さんね、ちょっと確保しておいてください。ある程度演技力が必要というか、一応一軒家を買いたいっていう人になりきっていかないと単なる冷やかしになるんで、まあ結果的には私冷やかしになっちゃったのかもしれないですけど、で、私は私なりにタマホームの良さとかを今語るんで、3万円分のね広告料になるんじゃないですか、これ。ちょっとよくわかんないですけど、タマホームの良さはね、あれですわ、有名だから、やっぱり何かあった時何かしてくれるだろうっていう安心感ありますよね。うん。で、あとね、3万円くれたの嬉しいっすね。これ私もらえないと思いましたよ、さすがに。うん。とある視聴者さんからね、そういうのがあるんで今度行ってくるんですよとか言ってたんで、へえ、そうなるんだって、その時は軽く聞いたんですよ。まあどうせ岡山はそんなないだろうなと思って。そしたら全国区の話でね、タマホームがそのお住まいの県にある人はね、みんなもらえる権利あるんですよ。3万円でかいっすよ。時給3万円みたいなもんですよ。だって1時間ぐらいでしたね、大体滞在時間。ただこれ本当覚悟はある程度必要です。そうなんですよ、一応一軒家が欲しい定位で行きますから、いろいろ質問されますよ。どういった家をお望みですかとか言われて、あーって考えて、私もう自分が金持ってるもんだと思い込んで、その営業の方と話したんですけど、そうですね、防音の部屋とか欲しいんですよつって。趣味でちょっと動画の編集とかやってまして、この前ちょっと動画撮ったらセミの声がね入っちゃってつって、そこに嘘はないですからね、本当に防音の部屋欲しいですから、いずれはだから未来本当にお任せする可能性ありますよ、タマホームに。うん、この可能性はゼロじゃないんで、もうそういうとこでもう自分は嘘ついてないんだっていう思い込みながら、もうそうなってくると、もう自分はもう買う人間となるわけですよ。うん。で、ここで気をつけてほしいというか、本当に買える資産がある人は行かない方がいいかもしれないですね。なんか営業でうまいことを丸め込まれてっていう方はおかしいな。ね、営業でね、本当に買うことになっちゃうことになったら大変なことになりますから。まあでも本当欲しかったら買ってもいいと思いますけど、はい。私は絶対そこは大丈夫だと思ったのは、うん、先ほどお伝えしたように資産150万しかないですから、どう頑張っても買えないし、アルバイトなんでローンは絶対組めないんですよ。はい。なのでその辺は絶対大丈夫だと思いました。契約を結ばれることは絶対ないと思って、そこはもうね確信を持って行ったんで、だから途中で多分営業の人もこいつ今買う気はないなって思ったと思うんですけど、まあでもね、いい経験というか、はい。資料もいろいろ見ましたしね。で、タマホーム意外だったのは、木造しかやってないそうなんですよ。はい。鉄筋コンクリートとかは一切作ってないっていう。あ、そうなんだと思ってね。大手だから幅広くやってると思ったら、もう木造一択らしいですよ。ええー、と思ってね。まあいろいろ聞きましたよ。3D プリンター建築とかどう思いますかとか。今は全然、競合には、なってないらしいんですよ。やっぱり耐震性とかないんでね。でも今後耐震性とかもかっちりした 3D プリンターの建築ができたら、これはちょっと脅威ですねとか。うん。で1時間話聞いて、でこれが出てきた時はね、もうニヤニヤが止まんなくてね、おい3万円マジでゲットしたと思ってね。いやすごいですよ。だから皆さんね、ほんとね、ほんとに完全な冷やかしでいくのは良くないと思うんですけど、ちゃんと
話を聞くスタンスで、もう行ってすぐこれもらうような態度は、まあ、そんな人はもらえないと思うんですけど、行ってちゃんと話聞いて、うん。で、本当にね、マイホーム欲しい人は、マジで参考になるんで、行くべきですし、ご夫婦とかね、行けば3万円もらえますから、うん。まあ、1世帯3万円ですけどね。さすがに1人3万円、3万円はもらえないですけど、これはね、ぜひ行くべきだと思うんですよね。で、よく考えたら、私の家族も別に行っても大丈夫だと思うんですよ。ただ、両親はきついかもしれないですね。両親も、父親が退職した時に、一軒家、ローン、完済してるんで、はい。もう完全なるマイホーム、自分の家を持ってるんで、これでさらにタマホーム行って、一軒家探してるってちょっと違和感ありすぎですよね。うん。まあでも、行ったら面白いと思うけどな。父親だったらうまいことのらりくらりかわしながら3万円ゲットできそうだけどな。なんかちょっとサブで家が欲しいんですよとかね、うまいこと言ってね。3万円ですからね。いや、ぜひ散歩がてら行ってみたらどうですか。ね、家族にこういうこと言うのは。まあ、妹家族も新築建てたばっかだからちょっと厳しいか。弟はいいかもしんない。うん。マンション住まいなんで、ちょっとゆくゆくは一軒欲しいんですよ、つって。ね、別にそれ嘘じゃないでしょうから。それで3万円ゲットできますから。どうですか？皆さん行ってみたらどうでしょうか？一人暮らしで、フリーターの私がもらいましたから、はい。しっかりした会社員で、まあ、それこそ家庭持ってる人だったら 100% もらえますね。 100% もらえる。うん。だその買う気ない、全く買う気ない人が行った場合は心が多少痛むと思いますよ。相手はだってそら誠心誠意持って営業してきますから。で、最後めっちゃ心痛んだのが、車で帰るじゃないですか。もうその店舗に入ってる社員多分全員ですね、もう10人ぐらいぐわー出てきて、ありがとうございましたって。これは、やばっていうか、いや、別に騙してないですけど、うん。まだ3万円分の宣伝をさせてもらいますよ。これ、2000人ぐらい見ますからね。2000人見たら多分、1人2人これ行くんじゃないですか、マジで。うん。もっと行くか。3万円目当てにこれ多分10人ぐらい行くんじゃないですか、この視聴者さんでね。これもしね、私のこの動画を見て、これ行って3万円もらいましたっていう人いたら、ぜひ、コメント欄に書いていただければ。はい。あ、それで私が、そこからマージンいただくとか、それないですから、それ大丈夫ですけど、はい。クオカードですからね、薬局とかコンビニで使えますんで、うん。意外とスーパーとかで使えなかったらちょっと残念ですけど、はい、そんな感じですね。それでですね、最後これは、もう聞きたくない人は、聞かなくていいです。もうすぐに動画を消していただいていいんですけど、ちょっと汚い話というか、はい。まあ、下ネタじゃないですよ。A, B, C, D, E, F, G、G の話です。ゴキちゃんですね。またとんでもないこと起こりましたよ。過去にゴキブリにまつわる話は結構あって、まあ動画にもしたんですけど、確か。動画じゃないか。ライブで言ったんでしたっけね。知らない人もいると思うんですけど、昼の仕事ね、水筒を開けたんですよ。まだ一回も飲んでない水筒。はい。家でね、お茶入れて。水筒開けて、ピッて飲んだんです。したらなんか口に違和感あって。なんだこれ。なんかこれ、変なゴミとか入ったかなと思って、フェッて取ったら、ゴキブリがね、ちっちゃいゴキブリ、こんぐらいのゴキブリですね。うん、ちっちゃいって言っても、まあまあでかいですね。2センチぐらいのゴキブリなんですけど。はい。それが、動いてるんですよ。生きたゴキブリが自分の水筒に入ってたんです。こんなことありますか？どのタイミングで入ったんだろうって、未だに分かってないんですけど、おそらく家に置いてたお茶の、この夜間のこの、口の部分ですか？ここにゴキブリが潜んでたのかな？で、それをもうバーって入れちゃって、で、ゴキブリがパーって出る前にもう蓋しちゃったっていう可能性ありますね。いちいち入れた後、こうやってゴミのチェックとかしないですから、あれは本当にトラウマになりましたね。
で、そこまで、それと比べたらまだマシな現象なんですけど、またゴキブリですごいこと起こりまして。いや、マシって言ってもきついっすよ。洗濯機、ね、今日回したんですね。夜勤明けの、はい、土曜の朝に。で、洗濯機、はい、ピーって終わりました。回し終わりました。で、はい、カゴに入れてきます。で、カゴ持ってきます。で、干すために、その、なんですか、こうやってかけてくじゃないですか。そしたらね、そのカゴの底にね、ゴキブリが半分になった。半分になったゴキブリ。完全にこれ死んでます。ゴキブリの顔と、ちょっと、体、だから上半身、人間にはバストアップ。もう手足がない。こんな感じですよね。だからゴキブリの、いわば生首ですよ。生首がカゴの底にあったんですよ。え？ってなって。で、他の破片は見つからないんですね。これどういうことですか、これ。考えられるのは、だから、洗濯物上で回すときに、もうゴキブリすでに入ってて、どっかに。それで、ゴキブリがミキサーでぐちゃぐちゃにされたんでしょ、多分。ガーって回転してるときに。で、体は多分、もうすりつぶされて、細かくなって、離してるだけでちょっと吐きそうになりますね。でも、どこにもないんですよね。もしかしたら、タオルのどっかの、シワの裏とかに破片が残ってたりするんですかね。それ考えたときに、干した後、それ取り込むとき、いちいち全部チェックしていくわけですけど、めんどくせえなと思ってね。で、破片が見つかって、だから、もしかしたら T シャツとかにもついてるかもしれないですね。裏側とか。裏側とかだったらめんどくさ。うわ、めんどくさいっすね。わぁ。めんどくせえ。この一仕事めんどくさいっすね。もう、もうそう私が前澤友作並みのお金持ちだったら、今干してるやつ全部捨てますね。うん。もう全部新調します。新しいものしますわ。はい。とか、ゴキブリ出る。とか、ゴキブリ出る。住宅に住まないか。あそこまでの金持ちになったら。いや、でも、ゴキブリは出るよな。どんな金持ちでも、家にはゴキブリ出る可能性あるんですよね。あの、だって、トップ YouTuber のヒカキンだって、自宅にゴキブリ出て、もう豪邸にね、ゴキブリ出て格闘してる動画とか撮ってましたし、ゴキブリが出ない家っていうのはもうちょっと無理でしょうね。存在しないですよね。国を変えるしかないですね。多分、ゴキブリがいない国に行くしかないですね。はい、そんな感じでゴキブリの話でした。はい。ということで今日の資産公開動画めっちゃ長くなりました。30分超えてる。これ編集でいろいろカットはしますけど、それでも30分超えるな、多分。うわ、マジか。ちょっとね、編集時間かかりそうですけど、まあ、後半の雑談部分はほぼ無編集でいきますわ。はい、手抜きで。ということで今回お伝えしたのは、これですね。クオカード皆さん3万円。9月中旬までね。はい。必ず予約していかないとダメですよ。はい。まるまるのまるまるですけど、つって。うん。あと言っときたいことは、特に年収とか聞かれません。はい。職業とかはね、書く欄あるんで。個人情報は渡すことになりますけどね。はい。で、そっからね、すごい営業の電話とかかかってくるかっつうと、全然かかってこないっす。はい。一個ちょっと封書が届いたぐらいで。うん。なので皆さん、3万円ゲットしてみてください。はい。ありがとうございました。